来てくれたか。呼び出してしまってすまない。別に構わないわ。まずお前に謝罪させてくれ。あの時ナオミがカインに変わってしまったのは俺の力不足ゆえだ。妹のお前には辛い思いをさせてしまった。本当にすまない。別にあなたのせいとは思ってないわ。それよりお姉ちゃんから受け取ったものってなあ。これだ。確かにお姉ちゃんの字だわ。どうしてお姉ちゃんが手書きの手紙をあなたに。玄馬と親しかったなんてお姉ちゃんからは特に聞いていなかったけど。俺が特に親しかったわけではないだろう。共に戦った期間は短かったし多く話したわけでもない。だがナオミはそういう距離感を気にせず俺を気遣ってくれた。手紙を読んでみてくれ。これは料理のレシピね。俺はどうも仕事を抱えすぎる癖があってな。そうなるとつい食事も雑に済ませてしまう。外には疲れを見せないようにしていたつもりなんだが、ある時ナオミに呼び止められてこれを渡された。忙しい時でも体を壊さないように簡単に栄養を取れる食事の作り方をまとめてみたと言ってな。メッセージで送ることもできてたのに、わざわざ手書きでだ。几帳面なものだ。お姉ちゃんらしいわね。ありがたい反面反省もした。新入隊員にまで不摂生を心配されてしまうとはな。ナオミも海抜群に入ったばかりで暇ではなかっただろうに。お姉ちゃんはいつもそうだったわ。自分のことより周りのことばかり優先して。それでレシピは役に立ったの？ああ、手間もかからず栄養も取れて味もうまい。このレシピのおかげで体調管理が随分楽になった。今までまともに料理をした経験などなかったんだが、ナオミが手順まで丁寧に書いてくれたおかげだな。読みながら飯を作っていると一文字一文字から相手をいたわる気持ちが伝わってくるようだった。やっぱり私のお姉ちゃんはさすがね。でも役に立ったならどうして私にこれをくれるの？せっかくお姉ちゃんがあなたに渡したんでしょ。今時手書きの文章は貴重なものだ。俺の手元に置くより妹のお前が持っていた方がいいと思ってな。手順はすっかり記憶した。それにナオミのことで誰よりも傷ついたのはお前だ。必要としているものが持っているべきだろう。そう、分かった。なら受け取っておくわ。それをお前に渡せて少し肩の荷が下りたような気がする。どういうこと？まさかお姉ちゃんの手紙を手放したかったっていうの？いや、そういう意味ではない。ただその手紙を見るとナオミに起きたことを思い出してしまったな。長年海抜群にいて仲間を失うことにも慣れたつもりだったが、ナオミのことはまだ冷静に受け止められん。あの時あいつに起きたことを思い出すと自分の無力さを痛感して心臓をわしづかみにされたように感じる。正体を預かった俺がもっとしっかりしていれば、ナオミがあんな目に遭うのは防げたかもしれない。すまんな、こんな話を聞かせてしまって。お前の方がよほど辛いだろうに。別に構わないわ。どんな話を聞いたからって私の辛さが変わるわけではないもの。そうか。だが戦いに身を置けばいずれ一人では抱えきれない重荷を感じることもあるだろう。俺も海抜群に長くいる者として助言できることがあるかもしれん。もし必要になった時は連絡をくれ。そうね、
そんなこと起きないと思うけれど、万が一の時には連絡するわ。それじゃあ、用が済んだなら私は帰るわね。あ。ゲンマ、お姉ちゃんのことで、随分自分を責めているみたいだった。せっかくのお姉ちゃんの気遣いを、無駄にしないでほしいものだけど。今日か、海抜群に入隊してからずっと気になっていたことがあるんだけど。ええ、何かしら。戦闘中の強化って随分印象が違うわよね。時々人が変わったように感じるわ。ああ、そういえば訓練生時代は私の実戦を見る機会がなかったものね。私、勝負事になるとちょっと性格が変わってしまうみたいなのよ。そういう人結構いるでしょ。おや、強化の戦闘モードの話かな。新人はみんな驚くね。温厚な強化隊長が豹変って。いやあね、そんなに怖いものじゃないわよ。ないわよね。怖くはなかったけど驚きはしたわ。面白いことを教えようか。私は同期だからよく知ってるが、昔の強化はいつもあんな感じだったんだよ。そうだったかしら。ああ、近づきがたい感じで同期の間では有名だった。でも海抜群にいる間に年々性格が丸くなってね。今じゃこんな風に優しい強化になったのさ。今や昔の面影が残っているのは戦闘中だけなんだよ。人間、変われば変わるものだね。おっと、私はそろそろ大事な昼寝の時間なので失礼するよ。不思議な話ね。どうしてそんな風に変わっていったか、強化自身に心当たりはあるの？私が変わった理由？そうね、はっきりとはわからないけど、きっと昔の私は自分しか見えていなかったんじゃないかしら。でも海抜群でいろんな仲間と接して一緒に戦ううちに、周りの人たちとの結びつきが増えていって、彼らと結んできた一つ一つの縁をなるべく無駄にしたくないと思うようになったの。みんなに気を配ったり、おせっかいを焼き始めたのもそんな理由だったかもしれないわね。そうだったのね。昔の強化も頼りにはなるけれど、私は今の強化に出会えてよかったと思うわ。重ねにそう言ってもらえると嬉しいわ。そう、いつまでも今の私のままでいられればいいのだけどね。強化、どうしたの？暗い顔して。え、あ、いえ、なんでもないわ。
京花の昔の話、とても興味深かったわ。そう？他に聞きたいことがあったら何でも言って。あ、私のおすすめ占いサイトを教えましょうか？いえ、それは別に興味がないからいいわ。遠慮しないで。そのうち一緒に占いに行きましょうね。カサネには本当に感心するわ。実戦に出てそう間もないのに冷静にみんなを引っ張って。冷静に戦えているのは強化の指導のおかげだと思うわ。まあ嬉しいことを言ってくれるわね。カサネの役に立てたなら本望よ。これからもわからないことがあったらいつでも何でも聞いて。知れないわね。でもいつもあなたを気にかけずにはいられないの。確かに無遠慮な干渉は好きじゃないけど、強化が気にしてくれるのは不快ではないわ。なるほど、悪くない。カサネ、ちゃんと休んでいるかい？ご心配なく、自分の体調くらい把握してるわ。それならいいんだが、カサネにしては珍しく身だしなみに隙があるようだからね。いろいろあったし、そんなことにも気がつかないほど疲れているのかと思ったんだよ。隙って？ほら、その髪飾り少し汚れてる。え？本当だわ、綺麗な布と洗浄剤、確かキッチンにあったはず。おいおい、何をそんなに慌てて。元気そうで何よりだ。よし、これで大丈夫。綺麗になったわ。うん。何？いや、丁寧に手入れをしているなと思っただけさ。それに随分と珍しかったからさ、カサネが髪飾り程度のことで取り乱すなんてね。これはただの髪飾りじゃないわ。ナオミが作ってくれたのよ。お揃いでね。そういえば彼女も同じようなものをつけていたね。ええ、子供の頃に姉妹の証として作ってくれたの。それを汚したまま気づかないなんて、本当にありえないわ。自分でも信じられない。ふん、
思い出の品っていうのはそんなにも大切なのか。当たり前でしょ。嵐には髪飾り程度にしか見えないだろうけど。ああ、しけ。気に触ったのなら謝るよ。なんというか、少し不思議に思えたんだ。私は弟との、吹雪との思い出の品なんて何も持っていないからね。何もって、写真くらいはあるでしょ。ないよ。画像データの一つさえ保存していない。保管には場所を取るし、手入れにも手間がかかる。データで持っていても容量の無駄。ご利益を期待するほどロマンチックな性分でもないし。ま、そういうわけさ。姉と弟ってそんなもの？なんだかよそよそしく感じるけど。人それぞれだろう。私には君たち姉妹の方が不思議な関係に見えるよ。そうかしら。そうそう。さて、少し休もうかな。重ねも私を見習って、要領よく休息を取りたまえ。嵐よ。そこは考えさせて。なーに、遠慮などすることはない。いつでも教えを請いに来るがいいさ。確かに私は、すべての兄弟姉妹が、私とお姉ちゃんみたいだと思い込んでいたところがあるけれど。でも、嵐と吹雪連隊長の関係には、なんとなく違和感を覚えるわ。見る目があるね。